競馬糸のゆきゆきです。野田です。はい、今日はですね、宝塚記念の、はい、調教診断をやっていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。13頭立てで、OK、はい、関東馬4頭ですね、うん、まあ、せっかく枠順も出てるんで、ね、関東馬の内からいきましょう。はい、シトルーベか。2番シトルーベですね。まあね、一周前は、まあちょっと遅れはしたんだけど、はい、でもこれの過程ってさ、前回も同じだよね。同じような感じですね、いつも。なんか、やっぱ、うん、結構一周前に、まあ、負荷かけて、まあ、結構それほど動かないよね。ちょっとずぶい感じ。そうですね。うん、どう、今回も同じかな、うん、時計しっかり出てるんで。そう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 、そう、びっしりやれてれば問題ない。はい、と思いますね。うん、ね、うん、体とか動きとかは、高いレベルでキープしてると思います。はい、次が、9番ソウルオリエンス。いかがですか。まあ、最近結果こそ出てないんですけど、うん、この馬としてはしっかりいつも動けてますし、うん、今週もやっぱりこう走る気が結構充満してるというか、うん、多分スッて手綱を離せばね、弾けそうなムードもありましたんで、うん、まあ、決してこうピークアウトしたっていう印象は全くないですね。そうだね。はい、なんかだいぶ走りも落ち着きが出てきた感じもするし、はい、うん、悪くはね、状況から減点材料はないですね。ないね。はい、はい、ロシャンファッカー、はい、そうだね、まあそういう馬なんだけど、はい、分かるよね、言いたいことは。そういう面が強くなってきたんじゃないですか。なぜか、まあ一週前はね、まあ、割かし早い時計だったからそれほど力まなかったけど、はい、今週ちょっと姉妹重点にしたら結構力んでたね。そうですね、3コーナーから4コーナーにかけてやっぱりちょっと頭口悪というか、うん、まあ、少しこうリズムを欠くような入りでしたね。うん、まあ、内目も回るんで時計自体はやっぱりこのレベルの馬だからしっかり出てくるんですけど、そこはやっぱ心配ですよね。ちょっと心配だよね、はい、まあ、距離も伸びることだしね。うん、うん、そうね。いや、やっぱアクションそのものはいいのよ。うん、うん、ね、ただ、まあ、折り合い目の難しさは残ってるっていう感じね。はい、はい、13番ルージュエヴァイエですね、うん、これは今週こそハンドでやりましたけど、うん、それまでウッドコースでやってた時の動きが、うん、もう半端ないと思うんですね。なんかすごかったね。抜群ですね。うん、まあ並走パートナーというのか、もう、うん、こう前に両馬を一応目標にしてるんですけど、並びかける間もなくこうかわし去っていったり、そうだね。ギュンとギア上がって、しかもこう体全体をこうダイナミックに使えてるんで、うん、いや、僕この馬めちゃくちゃ調教がいいと思いますね。ね、ちょっと充実してるよね。はい、うん、なんかすごいと思います。はい、まあ、関東馬はそんな感じなんですけど、うん、まあ触れなきゃいけないものがいろいろあるんだけど、はい、ドーデュースか。ドーデュース君どうですか。いやー、すごいな。すごい、素晴らしいです、ね、何あの一周前を一気に、はい、なんかあっという間突き放してたよね。 10.8? 10.8 すごかった、あれはすごい、うん、まあ、ただあれだけすごいフォームだから馬場が悪くなるとどうかなっつうのあるよね。はい、あんだけ綺麗にグワーンとストライドが伸びていく感じだから、まあ、それだけが心配だけど、馬の出来は素晴らしいわ。はい、ああ、もう文句なし。ですね。状況は万全ですね。うん、まあ、もう一頭僕状況で関西馬気になったのは、うん、あのベラジオオペラ。おこの馬も、一周前がですね、ちゃんと 10秒8なんですよね、うん、まあ、調教師の方が乗って、うん、こう仕掛けてからの反応がすごく良くて、ね、やっぱり、まあ、一瞬で相手を突き放してましたし、ね、うん、このままらしい、なんか、はい、パワフルさが出てるというか、力強いアクションで、こう、まあ、手先の返しっていうんですかね、その強くて、いいね、このままも状態は良さそうですね。うん、ジャスティンパレスとかどうよ。まあその2頭たちに比べてしまうと、うん、まあ、少しこう強調できる感じじゃないですけど、うん、でも今週もね、ちゃんとウッドコースに入れてきたっていうのは、うん、まあ、僕はしっかりこう負荷をかけてきたんじゃないかなって思うんですよね。ね、去年の天皇賞春とか、うん、あと
宝塚記念の時とこれ同じ調整過程で、うんまあ、そこはちょっとこうここに向けてのね勝負気配というかは感じましたね。まあだからどっちかね、最近だと一周間動きが結構大事だったりするような気がするけど、はい、なんか一周前がピンとこなかったんだよね。そうですね、あれが、うんうん、なんかまだ緩いなっていう、ちょっとやっぱ海外帰りでさね、いろいろ調整難しいところあるけど、うん、ドーデュースはうまく来てるけど、なんか、うん、そんな良くないかもしれないなっていうのは感じてる、うん、俺はね、はい、あとはブローゼフォームはちょっと調教を語るのが難しいから、ね、難しいですね。まあこの人地味なハンドルに入っちゃうんですよねそうだね、あのまあ前回も調教的にはさ、はい、よくは見せないんだわ、はい、だからまあしっかりやれてれば問題ないか、まあそうですね、うん、と見たいですね、うん、体なんか良さそうだよ、なんか見た感じね、はい、こんな感じですけど、フォア触れましたけど、うん、調教のまとめとしてはどうですか。そうね、まあドーデュースがいいのも間違いないんだけど、はい、まあ、せっかくなんで関東馬から調教一番を推奨するならば、うん、もうルージェバイユでしょ、もうルージェバイユだと思います。うんね、ちょっと気になります。まあ牝馬ですけどね、うん、まあ一発あるんじゃないかなと思ってます、うん、はい、ありがとうございました。